はいどうもみなさんこんにちは、ゆうすけです。霊夢です。マリサだぜ。というわけで今回もぷよテト実況やっていきます。やっていきましょうか。ちょっと久々ですね、ぷよテトの動画は。そういえばそうだな。もう完全にマイクラの人になってしまったのかと思いました。毎回それ言われるな。まあでも実際問題ぷよテトを最近やれていないってのもありますけど。最近アップデート来たの知ってます。アコール先生とかリデルとか来てたよな。リデルとかは待っていた人たくさんいるんじゃないですかね。ソニックが追加されたのは謎ですけど、セガのキャラクターを押し始めた。あれだわ、マリオカートにゼルダとかしずえさんとかが参加したような感覚だわ。ああ、確かに感覚としては似ているかもな。今回と次回の動画はアップデ前の録画になるのでまだ新キャラは登場しないと思いますが、次次回以降は新キャラも少しずつ使っていきたいと思います。せっかくだしな、新しいキャラ使わないともったいないしな。というわけで実況に戻りましょうか。かなり先読みで LST 組を組んでいるけど、一応ミノが噛み合っているのでうまく繋げましたね。こう見るとやっぱ LST 組って最強だよな。ただ、僕の腕前では永遠と継続させるのが難しいですけどね。上手い人の LST 済みは芸術レベルだよね。このように見事に継続失敗しました。さっきのもしかしてフラグだったのか。負けたわけではないのでここから立ち直していきたい。相手は、若干掘りが強そうな地形だね。どうしようかなこれは。とりあえず積み込むだけ積み込んでテトリス打ってみようかな。速度を限界突破させよう。かっこいいこと言おうとしているけど言ってること意味不明だぞ。好きな言葉は限界突破です。ダサい。ダサいと言ったやつ、最終2周だ。鬼コーチじゃねえか。こういう時って焦って無駄なライン消しをしちゃう時がよくあるんですよね。その辺の立ち回り方も身につけていった方がいいかもね。今までは火力を作るのに本当に苦戦していたからな。相手は TSD を構えていたが、お気にすしてきつそうだなあれ。このまま押し込めるかな。よし。日本練習。順調ですね。このミノジュニは、開幕 TSD ですかね。最強テンプレと名高い開幕 TSD でいくっしょ。結局最強テンプレは開幕 TSD なのか。上位テトラーは揃って開幕 TSD が最強と言っている気がする。っていうか LST 組が強いんじゃないすか。相手見てなかったけど超螺旋じゃない？本当だね。あのテンプレもスタイリッシュで好きよ。なんか STSD とかと近しいものを感じる。エルミノとジェイミノのみで構成されているからじゃね。それだわ、共通点あったわ。ちょっと形悪くない？自陣が愚形になる前に相手を仕留め切る。すごい自陣だな。エルミノをここに置いて、エスミノ立てておけばもう一度 TSD 打てるので、これで、決まるか。アイラブ開幕 TSD だなこれ。チャンネル名にしよう。それはお断りします。雑談パートになります。今日のテーマは何ですかね？受験の時大変だったこと。受験シーズンですし。受験の時大変だったことか。ちょうどセンター試験の週だったんじゃない？そういえばそうだな。なんかツイッターに数学 A とかトレンド入ってたし。あとセンター試験の現代文が毎年話題になりますよね。普通に面白い内容なんだよな。僕は高校受験はほとんどしなくて遠の行くない学校に行ったので、そっちに関しては大変だったことはないんですけど、大学受験は割と真面目にやったのでそっちに関して話していきますか。大変だったことってあるけど受験自体が大変だったんでしょ。まあねえ、勉強する習慣なんてそんなになかったし、そもそも高校受験ちゃんとしてなかったから基礎とかも全くなかったし、ということは一から全て勉強する必要があったんだな。そうだねえ、それが一番受験で大変だったことかな。どうやって勉強したんだ？勉強を始めたのが受験から1年前だったんだけど、その時点で結構遅い気がする。いやー、本当にそれなんだよな。バカなんだからもうちょっと早く始めるべきよ。高校2年生。いや1年生から少しずつやっていけばもう少しいい学校に行けたかもしれない。受験の始める時期って難しいよな。しかも僕の周りは推薦とか就職する人が多かったからなおさら大変だったんだよね。友達はどんどん進路が決まっているのに自分だけ2月3月まで決まらないこの怖さ。進路先は全く違うとはいえ、自分の周りが余裕そうだと焦るよね。まあ結局第一志望は落ちたんですけどね。浪人は考えなかったのか。いやー、もういいかなって思っちゃった。現役で入った方がいいって言われてたし、僕は受験に一年費やすのはもったいないかなって思った。なるほどな。あくまでこれは僕の意見ですからね。浪人を完全否定しているわけじゃないです。絶対にこの学校に入りたいって目標がある人は浪人する価値もあると思いますし、僕はめちゃくちゃ行きたいって学校ではなかったので一年費やす価値がないって判断しただけです。浪人するかしないかの判断は難しい。受験で大変だったことは以上ですかね。試験当日とかの思い出はないのか？そんなにないな。あ、でも緊張をしやすいタイプなので体調を整えるのは苦労したかな。緊張でお腹が、漏らしたらテストどころじゃなくなっちゃうからね。そりゃそうだ。テスト間の休憩はあるんですけど必ずトイレは行ってましたね。リフレッシュの意味も兼ねてしたくなくても行ってた気がする。それは普通に得策だったかもね。もしよかったら受験を経験をした人で大変だったことがあればコメントしてみてください。それじゃあ残りの時間はコメント返しかな。いえさ。ピンチなのにいちいち強い火力作るの下手すぎ。さあ戦した、自分初心者っす。ぷよテト2からもある固定で対戦しているユースケさんに1つ聞きたいです。ボイチェンマール、闇マールの方は使ったりしないのですか？あ、そっちはあまり好みじゃなかったのでこっちのマール固定ですね。っていうかストーリーやってないからマールがどういう設定のキャラなのか、よくわかってないというね。ぷよテト実況者なのにストーリーモードをやっていないだと、これはぷよテト界から永久追放するしかないな。
罪が重くないですか。霊夢とマリサお年玉喜んでましたかね。ありがとうございます。これで駄菓子屋の豚麺買い占めます。おい、そんなものか。うなら機材かえ。私たちへのお年玉なんだから使い道は自由だよな。チームスケモンじゃなかったのか。追い詰められたらそれ出してくるの悪質。2万人おめでとうございます。質問なんですけど、ぷよテト実況始めた理由ってなんかあるんですか。これからも応援してます。もともとぷよぷよ実況やってて、投稿しているうちに視聴者さんからテトリスもやってくださいって言ってたら、いつの間にかぷよテトメインのチャンネルになっちゃったっていうね。やっと半年経ったか。対人テトリス始めて。そうだね、確か6月とかに対人テトリスは始めたから、もうとっくに経っていると思うよ。僕は桃鉄の費用にしちゃいましたね。僕個人的に桃鉄やりたいんだよな。え、まだ買ってないんですか。買ってないんですよ。どうせやらなくなるんだろうと思って。買って動画化するまでが流れだろ。だから個人的にやりたいだけなんだって。というわけで今日のコメント返しはここまでです。次回もコメントよろしくだぜ。はい、本日ラストの試合やっていきましょうか。やっていくの巻。何そのマルコちゃんタイトル風な言い方。こっちは DT4 か。結局練習してないからパフェ済み。 DT4 開幕 TSD しか安定してくれないんだよ。練習してないこと公言していくのくさ。やるやる詐欺だねこれは。とりあえずは一旦平積みで組んでいきましょうかね。困った時の平積みで。これに関しては40ラインでめっちゃやったので効率よく火力を送っていきたいっすな。ちょっと危なかったね。相手も上手い方なんですよね。速度速いし。油断すると刺さってそのまま負けそう。あんまり積み込みすぎても危ないかもしれない。しっかりここは4列積んでテトリスを打って。ネッツとのエルミノ使って掘っていきましょう。下穴はそんなに悪くなさそうだな。あの直列まで一気に掘りたいですよね。あれを掘れれば仕留め切ることができそうだね。この大ミノは、掘りルートを考えておきたいから。お、いいんじゃないか。Sミノで TSD にしてそのままテトリス。この掘りいいですよね。うまく火力にできた感じあるね。相手はかなり厳しそうだが、このままいけるか。やっぱ掘りりのことを考えると頭の中フル回転しないとダメだね。慣れてくれば掘りのルートもスムーズに思いついてくるんじゃないか。ちょっと無理やりですけどこれは DT4 でいこう。相手は開幕 TSD でそこから LSD 済みで火力を送ってきそうだね。やりたい放題やられる前に火力を送りたいな。TSD と TSD の火力を一旦送って。あ、これ間違えたな。普通に雨宮砲とかにすればよかった。どの道パテは取れないからなこれ。ちょっと掘りを意識しすぎちゃいましたかね。一回ここでテトリスをまず打って。さあここからどうするんだスケモン。今の地形めっちゃ STSD にしたかったけどうまい具合で思いつかなかった。JミノとZミノを使えば形は作れそうだったけどな。それな、見返してちょっと思ったわそれ。下穴はめちゃくちゃ掘りやすいけど、これこのまま押し切られそうだね。いやー、ここを TSD にしちゃダメだよな。これは間違えた。上部での判断が正確じゃなかったですね。工夫すればまだ耐久できそうだったからもったいない。気を取り直して今度は開幕 TSD で行きましょう。相手のテンプレは何だろうなあれ。うん、あれはどういうテンプレなんだ。しかも Z ミノを置いて、あそこに蓋をしたらきつくないあれ。 S ミノをそこに置くと、あれ T ミノ入るの。うお、明らかに置きミスのような場所から火力が飛んできた。今のはドギモを抜かれたな。完全に置きミスだったと思った。だって空中にミノも置いてたしね。いや、上手い人のやることはよくわかりませんね。あれはテンプレとして存在するのかな。わからない。でも初めて見たよな、あの TSD は。今回は相手は63済みですね。63済みも上級者が使えば強いからな。火力の作りやすさだったりリカバリーだったりいろんな面でメリットあるよな。だが、下穴がめちゃくちゃいい位置に来たので天然の TSD が発生しましたよ。さ、技術とか全く関係のない天然の TSD。運を味方につけてこのまま勝ち切りたい。いけるんじゃねこれ。うん。相手も丈夫で火力を作って耐えてきているぞ。いやー、さっきの僕とは大違いですね。いつの間にか形勢が同じくらいになりましたよ。いや、でも Z ミノの置きミスかな。いけそうだけどねあれ。急いで火力作ればワンチャン刺さるかこれ。すぐ打てばギリギリ間に合ってそうだったけど、向こうの戦況を見る余裕があまりなかった。こうなってしまうとちょっとわからなくなってきたな。向こうも順調に掘り進めているし。なら今度はこっちが向こうの攻撃を耐えていく番か。危ねえ。でも向こうのその TSD が刺さりそう。シングルで耐えたけど、苦しい状況は変わらないな。このテトリスを起点にして一旦立て直したいな。下穴的にはちょっとこっちの方が不利だね。もう相手が辛そうにしているタイミングで TSD で刺すしかないんじゃね。うん、これも刺さらないか。厳しいな。そこまで耐久されるとこっちはめちゃくちゃ困る。あ、この地形どうしようかな。 TSD 作れそうな地形でもあるけど。あ、いやー、迷った。めっちゃ迷ったわ今。そのまま掘りに行くか、TSD 作りに行くか。まあ状況的には普通に掘った方が良さそうだったな。ただあのまま掘り続けても技術的に逆転できる要素少なかった気がするし、 TSD でワンチャン掴みに行く方が勝率高いと思った。でも思ったより相手の攻撃が早かったな。今の試合勝ちたかったな。惜しかったところいくつかあったでしょ。勝てる場面は何箇所かあったかもね。で、あ
最終戦あっさり落としていくのくさ。さっきの熱い展開はどこへ行ったのかしら。